リートン、ソッシーのラジオ歴史っ子話、じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ、今週火曜日と金曜日でマリアテレジアご紹介しています。ちょっとね、久々に横文字の、テーマでいこうということでマリアテレジアやってますが、蓋を開けてみたら結構あれですね、現代日本の皇室の継承皇室の継承問題と後継ぎ問題とであったり、はい、あとは日本史で言うと北条政子であったり淀殿とか、まあ、こういったとことのつながりというか対比して面白いエピソード、いろいろ感じる、なかなか聞き応えがあるマリア・テレジアだなと思いましたが、まあ、彼女オーストリア継承戦争ですかね、まあ、領土を奪いかけられたところを奪い返したと、奪いかけられたというかね、まあ、一旦奪われたものを取り返すところまで、はい、8年間に及ぶ戦争を最終的には、まあ、勝利と言っていい、本人的にはね、一部シュレジエン地方というところを割譲を余儀なくされた点などはね、まあ、ちょっとムカついてということだと思うんですが、まあ、その後そのシュレジエン地方を取り戻そうということで、まあ、七年戦争とか、そういう戦争をやっていくんだけれども、以前、このラジ歴でも取り上げたポンパドゥール夫人とか、あとロシアの、エリザベータ女帝の3人でね、3枚のペチコート作戦というもので、七年戦争、プロイセンのフリードリヒ2世を倒そうというような、まあ、こういった動きをしていく中で、まあ、最大の画期的なマリア・テレジアがやったことというのはですね、外交革命というものをやったわけです。ほう、外交革命。だからまず外交っていうのは、まあ、諸外国との関係っていうことですよねと。で、まあ、革命っていうことだから、そのあたりのその勢力図を大きく、まあ、塗り替えたり大転換させるような、そういう、ところにガッとマリア・テレジアが進めたと。具体的に何をしたかというと、それまで、まあ、歴史的背景もあり、オーストリアとフランスというのは非常に仲が悪かったと、まあ、バチバチの関係だったと、これを転換して、なんと、ハプスブルク家がフランスと手を結ぶ、これが外交革命、それまでの諸外国との関係性を見たときに、ハプスブルク家がフランスと仲良くする、ドヒャーっていうことが起きたわけです、その象徴が皆さんよくご存知のマリー・アントワネットなんですね、なるほど、この外交革命があったからマリー・アントワネットはフランス王家に嫁いだっていうことなんですかね。そうですね。なのでハプスブルク家のマリア・テレジアの娘である、マリー・アントワネットと、当時のね、ルイ15世の孫にあたるルイ16世、その後ね、ルイ16世になる男、この2人の結婚、婚約が内定したということなんです、この外交革命で。まだマリー・アントワネット、マリー・アントワネットっていうのはフランス語読みですけれども、名前、ドイツ語読み、オーストリア風に言えばマリア・アントニア、まだ生まれて間もないマリア・アントニアの婚約も内定と。はい、いうことでここで大きく、ヨーロッパの外交が変わったということになるわけなんですが、まあ、マリア・テレジアという人は非常に子だくさん、僕もこの収録臨む前チェックしたんですが、生涯16人子供を授かったということで、いや僕なんか6人の間違いじゃないのって目をこすったんですけど本当に16人でした。そう、これはね、もう完全に、もうトラウマだよね、多分トラウマだよね、自分が、兄弟が姉妹2人しかいなかったと、まあ、そのせいでオーストリア継承戦争っていうとんでもない苦労を背負い込まされる、父ちゃん母ちゃん何やってんだと、子供はね国の礎宝だということで、まあ今このね、現代日本少子高齢化に悩んでいるわけですが、彼女は一人で16人を産むと、いや
ほぼ毎年産んでるみたいな感じのね、そんな勢いだよね、うん、勢いですよね。あの彼女は、まあ、あのオーストリア継承戦争とかいろいろ苦労が絶えなかったわけなんだけれども、うん、夫とは、うん、この時代の王族としては珍しく恋愛結婚なんだよね。ほうほう、だからなんか政略結婚とかでもお前はあいつと結婚するんだではなく自ら望んでたのかな。自ら望んでたっていう意味だね、うん、あの、うんうん、政略結婚としてね、あの、うんうん、2人を結婚させようっていう動きはもちろんあるんだけれども、うん、実際にベタ惚れしたというか、はい、はあはあはあ、あの人と私結婚したい、うんうんうん、っていうので、なるほど、2人がまあ、うん、こう愛し合ったがゆえの16人っていうね、うん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 、面もあったと思うんだけれども、16人、うん、それにしてもね、16人っていうのはあまりに多い子供の数ですよね。やっぱり自分が苦労したその子供がね、はい、兄弟が、彼女の目線から見たら兄弟が少ないことによって、うん、こうオーストリア継承戦争が起きてしまったと、うんうんうん、そう、だからこれだけ子供がいたらね、もう悩みもなくなるでしょね、今のね我が国の皇室もこれぐらいお子さんがいたら皇位継承問題とかね、うん、そこの皇族数が減っていくことに対する悩みみたいなのは、まあ、解消されるとね、うん、なれるんだろうけれども、うん、生まれたら生まれた、いたらいたで、はい、悩みが尽きないっていうのがこれ世の皮肉なわけですね。え、悩みですか。まあね、子供そんだけいったら例えば養育費かかるなとかそういう、まあ、感覚であれば庶民的な私も理解はできるなと思いながら、まあでもそもそも後継者がいないみたいな、そういう政治的なレベル、ね、うんうん、レイヤーでの悩みはなんかもう解決したんじゃないかなって思いますけど、違うんですか。やっぱりね、教育のレベルというもの、うん、これが非常に大切なっていうことと、はい、うん、やっぱりそのマリー・アントワネット、うん、このね自分の末娘にあたる、はい、うん、マリア・テレジア自体より下に男の子がいたのかな、ちょっとあのさすがに16人全員なんとなくなんかよく分かってはいないんだけど、マリア・テレジアの、あ、ね、マリア・アントワネットの下に一人だけ男の子います。男の子がいる、まあ、うん、末娘という言い方は正しいわな。だからやっぱその末娘のマリー・アントワネットが今までオーストリアと関係の薄い、うん、外交革命をして、うんうん、新しく仲良くしていこうっていうフランスに、うん、マリー・アントワネットが嫁ぐということに対して非常にマリア・テレジアは不安を覚え、うん、しっかりとマリー・アントワネットを勉強しなきゃダメだよと、はいはい、いうことで、はい、国民とかそのフランスという大国の女王、うん、はい、王妃としてどういう風に振る舞わなければいけないのかということをね、うん、こう死の直前まで娘のことをし、マリー・アントワネットのことを心配する手紙が残っているっていうこと。なるほど、まあ、その悩み聞いたら確かに庶民感覚とは違うレベルであるなって、うん、そう思いますね。いたらいたでねということで、うん、死の直前まで、うん、マリー・アントワネットの身を案じてということで、うん、フランス革命とかね、こう王様の地位というもの、はい、これは、うん、みんながね支えてくれてあるわけで、うん、はい、遊びほうけていたらその地位っていうものはねひっくり返ってしまうということで、はい、うん、外交革命を起こしたマリア・テレジアが、うん、将来のフランス革命を恐れてマリー・アントワネットに危惧する手紙を送るということで、いや、やっぱりね、まあ、庶民とそこは変わらないよねと、やっぱり子供が多かったら子供の身の上を案じる母の思いというもの、うんうん、だからある意味皮肉っちゃ皮肉でさ、うん、自分が兄弟が少ない、妹が一人だけという状況の中、うん、はい、オーストリア継承戦争で苦労し、じゃあ子供をたくさん作ればその悩みが解消するのかといったら、うん、今度は子供たちがね、うん、またそれがいろんな国々に散っていくっていうこと、はい、嫁ぎ先でまたいろんな問題があるとあるということ、うん、そして、まあ、マリア・テレジアは死んだ後だけれども、そのね、うん、彼女の懸念不安というもの、はい、それがそのまんまその通りにフランス革命が起き、うん、はい、
最後自分の末娘マリー・アントワネットは暖冬台の地に消えてしまったということで、うんはいはい、いや本当に人生世の中というものはねえ複雑極まりなくないし、ね、まあ物事長所の長所こそが短所であり短所こそが長所であるということ、うんはい、なんかそんなことをね感じさせる話題だったんじゃないのかなというふうに思います。マリア・テレジア自体はですねあの本当に僕は歴史上一番綺麗な人だと思っており、うんはい、あのマリア・テレジアのね、若い頃の肖像が超美人なんで、はい、ぜひ見たことのない方ぜひぜひ僕もね収録前ちらっと見ましたけどおって思いました。そう、うん、めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃね少女時代のマリア・テレジアで美人さんなんで、うんぜひその肖像画なんかもこの機会にね見ていただければと思います、うん、はいということで今週のラジオ歴史小話はここまで。お相手は私リートンとソッシーでした。バイバイ。また来週。